さあ来たぞ、コード際だ。シコさんのとこに行くときが、もう今回のパーティー絶対シコさんのとこ行くぞ。だが何と言おうとな、戻ってきた。西野さん、助けられなかった。助けられなかったも何も、もう見たことの時にはもうやられとったもんな。小林さん、三倉さん、西野さん、西野さんの声がする。どこ？さっきいきなり消えた後の話やな。机の下。やめろ、小林瑞穂。え？え？じゃあもうこの状態になってたのね。西野さん、小林さん、三倉さん、早く机の下に隠れて、音量が襲ってくるよ。もうお前が音量だよ。もうわかるだろ、西野由衣はもう不幽霊になっているんだ。たとえ君たちが助けたくても決して現代には帰れないんだ。西野さん、村子のとこへ行こう。君たち二人だけでも返してもらうように頼みに行こう。くそー、どっちだよ、どっちにいるんだよ。ここか、違うわ、多分こっちだ。村岡は考え直して帰るだろうか。平田さん、村岡はここを閉ざしてしまったから本当の気持ちはわからない。でも俺はこうされたけど、村岡は今でも友達だと思いたいんだ。村岡はどう思っているんだろう。きっと大丈夫だよ、平田さん。私も部屋に取りこもってたけど、外から気にしてくれる人たちがいてやっぱり嬉しかったから。そうだよな、村子の両親を信じよう。本当にそうなのかな。村岡さんはさっちゃんとは違う。自分を恨ませるためなら手段を選ばない人だよ。話なんて聞いてくれるわけがないよ。私の方がおかしいのかな。おっと、これは何かがありそうな感じがする。対話だけじゃ何かが終わりそうじゃないかもしれない。対話だけで終わるのか、クアンタムバーサーだけでいいのか。クアンタムバーサーだけで。人類を救うための対話の始まりだろ。いるんですよ。村岡、話をしよう。え、何や、話をしようって話をしようって FM、 話をしようって何なの話をしようとか、そんな武器で大丈夫かみたいな感じの話になります。やっぱり開けてくれないのかな。あ、鍵のシステム、そういう感じなちゃんとした鍵がついとるタイプのやつだったシコさんの怨念が、開かないように固めとるとかじゃなくて鍵のシステムなんでちょっと意外に感じたよ今今、鍵が開く音がしたよ。え？村岡、話を聞いてくれるのか。きっとそうだよ、大丈夫だよ。な、なんで？どうして村岡さんがここを開けたの？私たちの話を聞いてくれること気になったからじゃないの？で、でも
もう瑞穂ちゃんはライアーの精神が、ライアーの精神、もう嘘だと思い込んでしまう状態。ここにダイートのエフィーナがおったらどんだけ楽なことが。話をしなきゃ始まらない。行こう。でもな平田隆くん、話し合いだけで解決するなら戦争なんかないんだよ。俺めっちゃいいこと言ったよ。あなた絶対、二人とも村岡さんの両親に期待しすぎている。私だけでも注意していかなきゃ。どうなる？確かにこのまま話し合いですんなり解決できるゲームではないような気がするけど。そしてそこにはいた村岡四季子。ここまで来てしまったんですね。小林瑞穂ちゃん、ちゃん言っちゃった。さん、三倉さしさん、平田くん、あなたも来たのね。あ、ちゃんなんか意外とちゃんと話せよる気がする今のところは。いきなり襲ってくる感じではないらしい。すごい威圧感。多分覇王の力を持ってる、覇王の力をな。シーコさんに恨まれたから力が増したの？でも剥がさなきゃ。村岡さん、あなたのしたことは私許せない。だけど平田さんから聞いたよ、あなたがどういう人だったのか。怨霊に引きずり込まれたあなたは取引を行い恨みっこになった。でもそれは怨霊の力を手に入れて平田さんを返そうとしたからなんでしょ。本当のあなたは恨まれることなんて望んでなかったんでしょ。そうだ、自己犠牲で平田隆くんを世界に戻そうと、元の世界に戻そうとしただろう。両親を取り戻せ。確かに初めはそうでした。今は違うみたいな言い方。こいつに引きずり込まれる人たちを助けたいって思っていました。ですが三倉幸さん、え、どうして戻ってきてしまったんですか。笑っている。あの壁に埋め込まれたしっこさんと同じような口で笑っている。あなたも本当に助けてあげたかったんですよ。だって私と同じ一人ぼっちの生徒だったから。私には話してくれましたよね、小林瑞穂さんだけが親友だって。アンパンマンよりも親友少ないやないかと。あーいいと勇気だけがあって、二人しか友達おらん。アンパンマンよりも下だった。でもあなたは優しいから気づかなかったからかもしれません。親友ならなぜあなたは孤独だったんですか。やめてよ村岡さん。村岡さんが私に噂を広めたのとしたのはもう分かってるの。バカな私が噂を広めると思って返したんでしょ。さっちゃん、そうですよ。来た、本性を表したな貴様。私は恨みっ子ですから。ですがそれでもあなただけは助かったはずでしょ。友達を見捨ててしまえばあなただけは生きられたのに。そんなことしないよ。私自分だけで助かってすごく苦しかった。部屋に閉じこもって死んじゃったみんなのことが忘れられなかった。村岡さん、本当はあなたのことだって。そうだぞ、しっこさん。話し合いで解決するならここで終わりたい。だから、元の世界に返して。私はあなたのことだって助けたいと思ってたんだよ。今だって本当にそう思ってるの。さっちゃん。何ができるんですか。
ミクラさん、私のために何かできるんですか？例えば、お金を100万ぐらい譲ってくれるとか、100万ぐらい譲ってくれるとか、言ってください、100万ぐらい譲ってくれるとか。それは、何もできないよ。だってあなたは死んでしまったんだから。ああ、やばい。だけど、怨霊になって人を殺すなんて本当はしたくなかったんでしょ？だってあなたは初め平田さんを返そうとしたんだから。えらいよ、本当の村岡さんは。村岡さん、本当は昭和44年に平田さんが太刀を殺してしまったあなたは、罪の意識を持ったままここに閉じこもり続けたんじゃないの？なるほど。これ以上恨みっことになったあなたが誰も殺さないためにたった一人で。村岡？そうなのか？そうですよ、小林さん。あの怨霊が私を殺したあの日、卒業を間近にした私は勇気を出して学校に行ったんです。ずっと引きこもっていた私は中学の3年間何の思い出も作れなかった。みんなの違う真新しい制服、みんなの違う新品同様の上履き、でもさ、俺にとってはさ、その上履きを靴下なしで履いてるあなたのちょっと感性がちょっと気になる。え、なんこれ石田純一と同じ感性の持ち主なん。惨めだったわ。いや、その前に靴下履こうよ、靴下履こうよ。クラスのみんなは友達なんかじゃなくて遥か遠い世界の存在だった。そんな中に入っていくなんて。私は足がすくんで教室に入れませんでした。わあ、靴下履かせてあげる。そして目の前が暗くなった。私の気持ちをこう応援するように怨霊が私を闇の中へ引きずり込んだ。来て、靴下選んであげるから。そして私は殺された。選ばれた靴下はプリキュアでした。ミクラさんは言いましたよね、自分がダメな子だからこんなことになったって。うん、私もそう思っていました。だから死んだ後に考えたんです。死と死の意味を入れ替えたのは、怨霊が引きずり込む人たちを元の世界へ返したかったから。私も怨霊の力を手に入れればみんなを助けられると思った。それが学校に行けなかった私にもできることだと思ったんです。村岡さん、そういうってことはでも違いましたってことなんだろうな。あ、なぜ BGM が消えた？なぜ BGM が消えた？だけど平田君、あなたは引き返してしまいましたよね。うん、そうだよね。私と一緒に帰ろうって。そうだよ。おう、クラスメイトだったお前を放っておくわけにはいかなかったからな。だけど村岡は恨みの力に負けてしまった。偽善者。は？ここで助けに来るのなら、どうしてあなたは闇の中から助けてくれなかったの？闇の中？何を言ってるんだ？何の話だ？村岡さん？ここで助けに来たって一緒に帰れるわけじゃない。だって私は死んでしまったのだから。いえ、違うわ。
私には帰りたい場所なんてなかったのよ。3年間中学校の思い出なんてなかったんだから、それが悲しくて悔しくて震える。あなたたちは分からないでしょう、私が闇の中で過ごしてきた気持ちなんて。うん、分からん。村岡さん、パーフェクトヒューマンみたいな首のかしげ方している。あなたが生きてきた時のことを言っているの？そんなの平田さんに分かるわけないじゃない。そんなの逆らうめじゃない。あ、やばい、油に水を注いだんだ、火に油を注いだんじゃないのこれ、油に水を注いだんだなんだあれ俺めちゃくちゃ国力ないんじゃないのっていう、そういう習慣を見たさらしてしまったけど、そんな状態じゃないから今。うるさい、やばい顔のメイクがちょっとピエロっぽくなってるぜ。大丈夫か小林さん、三倉さん、私はあなたたちが羨ましくて仕方がなかった。わ、私たちが引きこもった三倉さんを気にかけてくれていた人がいる。わしにはいなかったわ。闇の中で時間だけが過ぎていき、誰も助けてくれなかった。何の思いでも作れずに殺された私の気持ちなんて誰にも分かるはずがないのよ。村岡、あなたたちは私を説得したのでしょうけど、そんなのは無駄よ。あなたたちを現代返すなんて、そんなことさせるわけないじゃない。ここで死ね、死んでしまえ。王将決裂ってどこだな。もうダメだ、村岡にもう両親は残ってなかったそんな一言みたいな感じで言うじゃないぞお前、両親にかけたのはお前だろうがどうするの。とにかく逃げるんだ、早く逃げるんだもう策ないやないか、万策尽きたの状態になってる。あれこの声、あー、安藤くんみたいな声し始めたうわー、どこに逃げればいいの。わからない、だが捕まったらそこで終わりだ、そこで試合終了だよみたいな感じで、安西先生か。とにかく村岡から逃げるんだ。もう策ないやん、全然策ないやん、逃げてくださいって言うんだけど、その先も分かりませんみたいな感じになってません。逃げるに、これまでの音量と段違いで怖い。あと、あとちょっとさ、オアシス平田は、オアシス平田なくなってるんですけど、オアシスなくなってますけど、回復は3次回復。村岡さん、西野さん、三倉さん、え、西野さん、やっぱお前はそっち側か。に、西野さんが、ここはダメだ。あ、早く他の教室に。もうダメたことがいいし、もう一目で分かるぜ。うわー、ガチのやつ、ガチのやつ。もうこれまでと違ってガチのやつ。入ってくるまでにちょっと時間がかかるタイプになってもらいましたからね。なこれ、あれ、なんか道が2つに分かれる感じになってる。なんで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 じゃないわ、こっちが道だよ。俺ちょっと冷静さが失われてきてるような気がするし、キャーってなってるし、もうぶち破ってきとるやん。安藤君じゃなくてもぶち破ってきとるやん。このちょっとチラッと目片目だけ見てる、そんな表現やめてくれ。入ってこんので、扉開いたけんの入ってこんの。村岡さん、ストッカーみたいな視線の送り方。あー、入ってこんかなと思う時が一瞬にして近づいてきた。お前はだから、お前は早く逃げよう。どっちどっちどっち、こっちこっちか。うわー、一時これ入るんか、一時これ入るんか。で、こっち、お、これ見たやつ、見たやつ、
村岡。でここら辺で、じゃあやっぱ同じパターンだ。振り向くな。振り向いても無駄だということが分かっとる。振り向かんぞ。そう言われたら振り向かんぞ俺は。あ、何かある？この先に何かある？お、え、あ、広大名義木島さんがハサミ打ち。木島さん、いや、冷静に話しよう。そうだ、ひこさんの味方をしても意味ないよ君にとっては。そうだ、僕たちは友達だ。そうだろ木島さん。ん、襲ってこないの？いや、来た、後ろから来た。すごい感じで来た。もう呪われ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 て呪われて、もう何錠呪われれば気が済むんだ君は。き、来た村岡さん。ビクラさん。え、友達。あ、友達をいじめるな。何？ぐあ、どけ。わ、味方してくれてる。木島さんが味方してくれてる。やばい、劇場版のジャイアンみたいな、すごい友情、友情を再確認するぞ。友達って素晴らしい。逃げ、ミクラさん。さっちゃん、行こう。木島、かなこ。そうよ、それでいいのよ。私を恨め、恨め。ラストミッションじゃ。とにかく逃げろ。どっち、このまま先なのか。どこだ、どこだ。あれ道、あれ道、こっちか。うわぁ、来たー。嘘、木島さん殺されちゃったの。さっちゃん行くよ。もう今のしきこさんにもう容赦ということはない、容赦ということはないぞ。逃げろ逃げろ逃げろ、換気口だ。でもこの先行ってしきこさんの場所だ。危険だが村岡から逃げられるかもしれない。え、行くしかないの？行くしかないらしい。ここは俺が食い止める。は、早く行くんだ。わあ、もう平田隆くんの死亡フラグがビンビン立ってる。持ってやりたいけど無理です。そんな力はありません。逃げろ逃げろ逃げろ。隆くん、君のことは忘れない。キャー、どうした？さっちゃん大丈夫？え、これで押しピン踏んだとか言ったら殴るぞ。その程度でそんなに叫ぶんじゃねえって。だ、大丈夫だよ。早く行こう。うん。セブ、突然大なったな。なあ。突然大なったな、セブ。なあ。お、ここに来たんだ。どこだよ。ここに来たんじゃって言うだけ、どこだよ。どこだよ。え、行き止まり。そうでしょ。わ、ひこさんが自分の都合いいように開閉したか。そんな、ワンちゃん窓から逃げれるとか、逃げれるとか。絶対絶命、もうマジな顔になってる。む、村岡、シコ、もうダメ。じゃあ、
キャップ、じゃあほら、それじゃあもう、もう、みずほちゃんじゃなくても、ってなるわ。腕、ビッグチックさん、本当どうなったんや、本当どうなったんこれ。冥界へ引きずり込んだぞ。今度は何、小林瑞穂、みっちゃん、たかしくんの声聞こえてきたけど、大丈夫だった、平田さん、ここは4年0組だ、どうなったの、村川さんは、てかたかしくん死んでなかった、あんなここは俺が食い止めるみたいな感じで死亡フラグビンビンと取ったような気がするんやけど、なんで死んでない、大丈夫だ、死亡フラグ折っちゃったよ、みっちゃん外を見て、何、隕石が落ちた跡みたいになってる、その隕石からなんか出てきたりせんの、サイヤ人とか、あれは穴、大きな穴が、そうか、シコさんが村岡を捕まえたから地獄へ帰っていくんだ、どういうことなの、君たちが村岡を4年仕組から送り出したから、シーコさんは捕まえることができた、闇の木造工事はシーコさんの力が生み出したものだ、シーコが地獄へ帰るとき、その支配下にあった霊たちも一緒に連れて行かれるんだ、俺もここで死んだみんなと一緒に、村田さん、村田さんじゃない。なんで俺村田さんって言うたら、村岡さんと混ざった。いいシーンなのに、この間違いはない。だが、喜べ。君たちの世界では、シッコさんの新曲は止まるだろう。シッコが人間になりたいと悟った以上、学校にこだわることはないだろう。学校に現れた青い死因を帰る頃にはなくなっているだろう。全部終わったの？そうだ。君たちにはもう怯えることのない次の日が訪れる。君たちは早く死の道を探すんだ。青い水が流れ落ちてしまったら死の道もなくなってしまうだろう。そうなる前に現代へ帰るんだ。平田さん、オアシス平田、行っちゃったね、行こうみっちゃん、うん、探せって言ったってあるんかな、死の道、こう死の道ですよみたいなマップに映されてないん、死の道ですよみたいな感じで、こっちですよみたいな感じでマップにないん、マップにない、死の道でーす、捕まえた、捕まえた、一人ぼっちの指揮校を捕まえた、二人の指揮校は熟語へ帰る、あ、そうか、一緒に霊が熟語に行くんじゃ、あの人形はシコさんが乗り移っていたのね、死の道、死の道はセーブ、どうだ、お前の道に何かあったのか、みっちゃん、ここ道があるよ、
現代への道？扉か。帰れるよ、みっちゃん。うん。行こう、さっちゃん。お、これ第1話の最終、まあ、パート最後のやつに見たときみたいな感じか、これ。こう先にどんどん進んでいったらあるんか？あれが来たー！エクシーズモンスターの枠みたいな黒いやつ。遊戯を知らない人には何のこっちゃわからないことを言ってるけど。出口だ。お、ちゃんと帰れたみたいやな。帰れた。現代だよ、みっちゃん。帰ってこえたんだよ。うん、帰ろう、さっちゃん。なんかいろんなものを失った感じがするよね。あと二人の身長が意外と差があるんだね。え、お姉さんと妹みたいな感じのレベルで差があるんだね。本当にみんな死んじゃったんだね。西野さんもみんな。さっちゃん、私。誰に言っても信じてもらえないと思うけど、忘れないよ。お、どうした？さっちゃん、さっちゃんじゃ。前がみずほちゃんで後ろがさっちゃんじゃ。これどうした、さっちゃん。さっちゃん、さっちゃん、あれさっちゃん、あれ小林さん、私もだよ。このことは絶対忘れちゃいけない。村岡さんのこともシーコさんのことも。あれあれあれ、そしてあれから半月が経った。私たちは事件の真相を誰にも告げることなく元の世界に戻っていった。誰かに話せばシーコさんが再び記憶に固定されてしまうから。でも誰かが噂を始めてしまった。あの失踪した4人はシーコさんが連れて行っちゃったんだと。みんなの心にある不安が噂を本物にしていくかもしれない。そしてまたシコさんはこう現代に侵食を始めるだろうか。何この微妙な終わり方。完全にシコさんのことを断ち切ることはできませんでしたみたいな感じ。まあ、無事に帰れたらよかったけど、失ったものが大きいよね。失ったものが大きいぞ。もうちょい言い終わり方はなかったのだろうか。そんな感じもね、ちょっとしてくるので。ある。なんで今頃セーブポイント来るの。え、なにこれ。え、警告。この先を見ますか。ここで終われば小林みずほは真実を知らずに生き続けることができます。世の中には知らない方がいいこともあります。この先を本当に見ますか。なに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 。ちょっと気になる選択肢出さないで。え、多分家を押したら多分メニュー戻るのよな。メニュー戻るんだろうな。え、どういうことよ、どういうことよ。ちょっとよっしゃ、今回のパート最終回だと思わせといて実はまだ続きますって感じで終わるわ。これ今回のパートは
よっしゃ、次回なんか謎の裏ルート的なことが始まるかもしれんけど、よっしゃ、次のパートもよろしくお願いしますというわけで、仕上げ。はっ、ちょっと待って、何が始まる、新しい何かが始まるようとしてるんやけど、ちょっと、現代に帰ってきたけん、このままやったーで終わるんかと思ってたら、まだなんかある。っていうかさ、最後なんでさっちゃん、みっちゃんのことを小林さんって呼んだん？なんか怪しい。なんか怪しいぞ。